クロワックス。痛い。はい、どうもクロワックスです。いや、ちょっと恥ずかしがっちゃってる。はい、どうもクロワックスでございます。今回あやさん登場で初のあやさんレビュー動画、これからね撮っていきたいと思います。ということでマッサージ機2つ紹介していこうと思います。ということで開けてみましょう。いや、開けてこう。もうすでに開けてんだけどね。あやさんがマッサージ機あるんだったら欲しいって言ってたから急遽出演ということでございます。内容物はまずマッサージ機本体とケーブルと、ということでシガライター電源が1つ、はい、ということと、あとは説明書ですね。はい、取扱説明書と、なんか取扱説明書的書類、ね、はい、どうですか中身は。しっかり日本語説明ですか。中身はそうですね、ちゃんと日本語で書かれてて、はい、日本語で書かれてる説明で、たまに日本語がおかしいぐらい、はい、そんな感じの説明書もついておりますということで、どんな感じの大きさでしょう。はい、こんな感じ。裏側は、あ、そこに電源の配線が来ていて、裏面は何にもなくて、あ、でもこれヘッドレストとかにも付けられそうな、シートにも付けられそうな形状にはなってるね。すごい。で、表面にオンオフスイッチがここについてる感じということで、まあ早速これ使ってみましょうか。結構長めのシガライター電源のコードかな、はい、これも長いね。これ充電式かと思ったら充電式じゃないんだよね。ああそうだね。そう、コンロードを挿して、はい、じゃあ仰向けになって使ってみますか、はい、せっかくソファーだしね。電源を入れるとどうなるか。いきますよ。はい、どうぞ。はい、ポチッとな。なんか赤く光るんだな。これ意味あんのかなと思うんだけどね。さあ、あやさん寝転がって使ってみてください。はい、はい、いざいざ。どう、首。あー、そうです。マッサージ効果どう。うん、程よい。多分これ車載がしやすいんで、運転疲れたなーっていう時に腰あたりとか。腰どう、それ。あー、これ腰の方がいいかもしれない。首よりも腰なのか。背中どう。腰どう。座った状態 で、そう、腰部分に深く座って、はい、あ、どう。これはいい。あ、じゃあこれは運転中にやればと。うん、これすごくいい。なんかマッサージチェアの腰もいいバージョン。え、ちょっと俺もやってみよう。はい、すいませんね、あやさんが出てるところね。スグルもちょっとやってみたくなったんで、これやってみよう。よいしょ。あー、本当に家にあるマッサージチェアぐらい感じはいいよね。映ってる？赤いのが映ってますよ。あ、今度逆回転になった。へー、ちょっと時間が経つと逆回転になる。これ運転しながらこれはいいかもね。結構いいよね、それ。シガライターから電源が取れて運転しながらこれだったらいい気がするな、うん、なんか程よくてね。うん、気持ちいいよね。まあ俺の自分の車につけるかって言ったらね。ね。でもほんと腰困ってる人とかいいかな。これいいかも。うん、使いやすいよね。そうそう、そうやって使っていくと、うん、こういう状態、シートの後ろにはめられるように生きてるっていう感じかな。そう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 。これゴムがねがっつり伸びるんで、こういう感じでシートにギューンとつけてあげて固定しておけばいけるし、ヘッドレストのところにつけたらどうなんだろうな。あ、ヘッドレストのところもありかも。要は車のシートを想定した時に車のシートにくっつけてマッサージされながら運転できちゃうぜみたいな、そんな感じだね。シートバックのところの間に挟んで背中でこういう感じで運転してればマッサージされながら車運転されるって感じかな。それすごい。しよう俺。足とかもいけるって書いてあるよ、これ。足、ふくらはぎ。ふくらはぎもいけるって書いてある。ふくらはぎ、じゃあ綾さん行こうぜ。ふくらはぎということで、ふくらはぎチャレンジ。ふくらはぎチャレンジ。ふくらはぎか、あの片足ずつがいいかもしれない。あ、片足ずつでそこで揉まれる感じね。そんなにこう挟まれる感じが。あ、挟まれる感じ。これ使用例ってここにありますから、はい、こんな感じで使用できますよっていう絵はありますんで。でね、一応注意書きこんな感じになっておりますと。マッサージ機使ってみましたが、はいはい、背中だね。背中すごい。これはシートバックね。普通のマッサージ機だよね。え、でもこれは普通に、あ、テレビ見てる時とこうやって普通に使える。まあまあ普通に使える。で、金額いくらだったか分かんないけど、これ、まあ、安ければ買ってもいいかなって思う人は買ってもいいだろうし、高ければ買わなくてもいいかなっていう感じ。はい、はい、ということでダーン、2つ目、開封。はい、オープン。マッサージ機本体とケーブルね、とシガライターの電源ケーブルが AC 電源、DC 電源用。あとはこれは何だろう、なんかに使うパッド、説明書と。これも説明書だ。多分同じように日本語説明書だよね。全部日本語です。しっかり日本語でございます。たまに日本語がおかしい説明書でございますということで。はい、物を出してみてください。はい、じゃあ。これなんか変な形してんだよね。おうおうって。すごいぞ、すごいぞ。変な形してる。どんな形で使うかというとですね、使用例ということでこんな感じになっております。なんか輪っかになってる部分を手持ちしてグイッと押して
やってみろということでございます。はい、ということで電源ケーブルをつないで、はい、接続して電源がこちらですね。うん、はい、なんかボタンいっぱいあります。で、これがヒーターついてるね、確かね。で、回転速度と逆回転と電源みたいな感じ。はいはいはい、はい、ということで電源オン。うん、同じように赤く光ってぐるぐる回るっていう感じですね。とりあえず首か、首に乗っけて、はいはい、気持ちいい。それあ、首すごい、首すごい、首がグイギュッどっかあえて悪いところ言うとすると、なんだろう、使いづらいただもそれで自分でテンションかけられるってことを考えたらっていうのはあれであるよね。あー、確かにこれグッと力入れるとすごく中に入るから。あー、背中とかはそれで、そうそうそう、そうやって腕通して背中とか腰とかどう、やりづらい腰えあーどう、使いづらいこうか、もうおしまいって結局これやった方が早い。それで押すんだったらそれはいける、これは楽。ああ、じゃあ首筋やりたいときはこれ使えばいいよって感じかな。首はすごくいいかも。とりあえずあったかいスイッチじゃあ押してみて、どこがあったかくなるんだろうね。どう、すぐあったかくならない。そうだよね、首そんな気持ちよくない。さっきのマッサージ機よりも、うん、あ、揉みほぐす力は強い。人の手で押されてるのとちょっと近いかな。褒め言葉ばっか並べてるけど大丈夫？え、私これ気持ちいいと思う。へー、首結構凝るんですよ。うん、だからすごい強みにグーって、うん、グーって中でこう押されてる感じ、押されてる感じがするから、これは気持ちいい。へえ、ちょっと俺もやってみようかな。うん、肩に乗っけて、はい、回せばいいわけだろ。そうですよ、よいしょ、こう通して、うん、グーっと、あ、結構押されるね。そうそうそう、いって、え、気持ちよくない？いや、これ自分でグーって引っ張るとかなり痛い力加減まで押されるね。調節できる。そう、調節できる。こんな感じか。あ、ここら辺までの高さはこういう風にした方がいいかな。うん、そうだね。で、それより低い位置に持っていく場合に関しては腕下通してこうかな。あ、でもこれに関してはこっちの方がいいかな。そうなんすよ、そういうところに関してはもうシートバッグに積んで背中でもう体重でかけられちゃうって方が腕で押さえ込むよりはいいやな。そうなん、楽だよね。楽だね。うん、だから首、肩、うん、最高、それ。そうね、うん、だからこれ2個セットで送ってきたわけね。なるほどね。これ使い勝手が違うよと、はあはあ、両方良さがあるから両方見てみなよおいみたいなああ、まんまとハマってるね、これね。なるほどね、確かにね。うん、ただぶっちゃけこれでもいけるよね。あ、そう、それ楽なのよ腕がついてるから引っ張んなきゃいけないではなく、うん、こうすりゃいいのか。そうなんですよ、これだったらこっちの機能も兼ね備えてるの。そうだね、これで十分じゃない。とでもな、そのなんか球の回り方はこっちの方が好き。え、これ一緒でしょ。あ、違う、感覚がなんか違う気がする。いや、球がね、全然違う。うん、球の形状がこういう、これぐらいの大きさ、これぐらい、これ、ここ回ってるけどこれぐらいの大きさ、これぐらいの大きさに対してこっちが、はい、こんな感じ。あ、こっちの方が全然でかいよね。違う違う、物が違うのか。そうだね。え、じゃあこっちでもう一回入れてみる。あ、広い面で押してくれる。そう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 、で、より細かいところで押してくれるからこっちでも腰使えるな。うん、あ、こっちの方が細かい。うんうん、よりつぼってる感じ。あ、つぼってる、わかる、つぼってる、よりつぼってる感じ。つぼってるね、これつぼってるよね意味は違うけどな。広い面で押すっていうよりはもうピンポイントで。そうそう、ピンポイントから球がちっちゃいから。そう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 、ただ結構首とか足とか違うかな。足どうなの。足、あやさんちょっと足やってみてよ。はい、あ、これすごい、痛い。あの、これはなんか、うん、なんだろうな、もうグーってグーって入ってる。痛い、これは痛い。いい感じ。足疲れた人はいいかもな。痛、ちゃんと挟んでくれる。あ、痛い、これどう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 、これは痛い。こいつは痛いぞ。こいつは痛いか。こいつは痛い、はい。うん、どうしても片方ずつだよね。まあね、まあ足もできないことはないと。そうだね。あ、でも多分慣れてくると、はい、気持ちいいかもしれない。はい、ということで、あやさんが2つとも使ってる。これでマッサージチェア、本当に。ああ、これでマッサージチェア化すると。腰いいし、肩いいし。はい、ということで、今回ね、マッサージチェアやってみましたが、いかがでしたでしょうかと。この動画が面白かった、参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひとも動画の評価とチャンネル登録お願いいたします。よろしくお願いします。はい、ツイッター、インスタグラムのフォロー、クロワークスのブログのチェックよろしくお願いいたします。はい、ということで、今回も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。ありがとうございました。どう、腰、腰、腰どう、ちょっとやってみて。腰の方がそこだ、そのまま寝転がるとやばい。これ寝転がってみて。痛い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 